衝撃的なニュースが入ってきてしまいました。うん、はい。川崎フロンターレ所属のね、知念圭選手が、なんと、鹿島アントラーズに移籍するようだというところ、移籍するようだと、ニュースがね、はい、入ってきてしまいました。うん。いや、衝撃的だな、マジで。いや、だって、いや、ジェリーガアジアチャレンジのさ、2試合見てて、すごく動き良かったので、来シーズン楽しみだなって思ってたんですけど、うん。鹿島に移籍がほぼ決定できるということでね、はい。いやまあ、今シーズンのね、まあ、注目選手に僕は挙げまして、まあ、徐々にですけど存在感を見せていってね、うん。まあ、動きも良かったですし、得点も重ねられるようになってきましたんで、うん、まあ、非常に来シーズンはいよいよエースに名乗りを上げるかなと、はい、個人的に期待していましたが、うん。残念ながら、鹿島アントラーズに移籍ということでね。まあ、フロンターレ側はね、貴重な戦力として、移流はね、に努めていたみたいですけども、まあ、本人の課題意識に、を尊重する形で、まあ、鹿島の移籍をね、はい、了承したということみたいです。はい、ということで、うん。まあ、決定したらまた動画出しますけど、まあ、どうやら移籍しそうだというところで、うん。まあ、本当に、残念ではありますけど、まあ、鹿島アントラーズでね、まあ、フロンターレ戦以外で、はい、活躍してくれることを、はい、祈ってますし、うん。またね、楽しみな対戦が、まあ、鹿島はもう元々楽しみですけど、より、因縁深い試合になるんじゃないかな、と、はい、思います。はい、ということで、ちょっとね、ちょっとした動画になりましたけど、はい、見ていただいて本当にありがとうございます。はい、また次の動画もよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。バイバイ。